皆さんこんこにちは少年社中の川本裕之ですあれ前回いつだっけってまず思ったんですけどなんとなく1年ぶりぐらいの感覚だったんですけど気がついたた年経っっててびっくりしましま <laughs> 今回も前回と一緒のサンシャイン劇場ということでまあなんでしょう憧れの劇場の一つなんですけれどもなんだろうなまあとにかくすごく。 その憧れの場所でできるとということでまず喜びを感じております20年同じ団体をやるっていうのはもうすごく難しいことで、まあ、僕もそのずっと少年社長にいるわけじゃないんでいろんな劇団さんとかいろんなお知り合いがいるんですけれどもやっぱりみんなこうまず10年も難しいし20年ってなるともうほとんどメンバー変わっちゃって。 別のものになってるんですよね。なんですけど、まあ、今田さんをはじめ。大竹さんとか、まあ、初期のメンバー、これだけ残ってて。20年を迎えられてるというのは。すごい素晴らしいことだと思います。まあ、あの毛利さんの人柄がまずそうなんですけど。まあ、とにかく優しいんですね。なんだろう、こう、人と人のバランスを取るというか。で、まあ、類は友を呼ぶじゃないですけど。すごく。なんでしょう。 優しいメンバーが多いですなんでしょうあの人のまあ才能だと思うんですけど何だろう理屈じゃなくてこう空気を読んでいくというかそれはもう場の空気であったり作品の空気感であったり、まあ、そういうところで、うん、だから外でやってもそれが劇団のまま反映されてたっていうのはすごくあの発見というか、えー、さらに尊敬しました。<laughs> 実はその 印象に残っているのはその入る前に客演ゲストとして出てた頃のラジオスターの悲劇でしたっけね、まあ、あれがあの日替わり主役という斬新なあの企画でしてなんでしょう普通なんでしょう舞台のお稽古っていうのは舞台入あの小屋に入ってリハーサルをしたらもう本番入ったらリハーサルっていうのはないんですよねちょっとした小返しぐらいで。なんですけど毎日 毎日リハーサルをするっていうのが。なんかすごく新鮮でよく覚えてますね。でその中であった。落ち武者っていう役があるんですけど。まあ、それが僕のなんでしょう。あの、生理にぴったりとあって。やっててすごく楽しかった思い出があります。難しい質問ですね。まあ、あの。気になるといえば、もうほとんどの方が気になるんですけれども。まあ、ちょっと。まあ、理由としては、ちょっとくだらないなっていう思われるかもしれないですけど。松本博也君。 なんですけど、やたらと街で偶然出会うんですね。もう前回のパラノイアサーカスから数えてももう四五回街で偶然会ってて、ただならぬ縁を感じております。はい。パッと思い浮かぶ悪人というと、あのバックトゥザフューチャーのビフ、あのマーティの邪魔ばっかりする、まあ彼が、まあ、まず第一に浮かびましたね。 まあ、オチで絶対に馬,馬の糞がかかってくるっていうのはあの本当に、CG、通しして毎回笑いました悪っていろんな形があって、まあ、本当に喋りだしたらきっといろんな,あのなんでしょう悪の定義っていうのが出てくると思うんですけどあの、まあ、だから悪くて何かこう物事をかき回そうとするんだけど最後何か一つ可愛いげがあるというか何かそういうものができたらいいな 嫌われたくないなって思ってます、うん、触れ込みにもあるように悪役だらけということで本当に言葉の通り新しい少年社中という形がお見せできると思います、えー、ぜひ劇場に足をお運びくださいよろしくお願いいたします